ある日のこと、とても正直な女の子がお仕事で髪の毛を運んでいました。この髪を今日中にキュアフレンディに届けるんだ。喜ぶ顔が楽しみ楽しみ。髪の毛が湖の奥底へと沈んでしまいました。どうしよう、あの髪の毛届けないとキュアフレンディが落ち込んじゃう。じゃあ、私は湖の女神です。そこの女の子、どうしたんですか？女神様、私この湖に髪の毛を落としてしまって。そうですか、では私が取ってきますね。ブクブクブク。わー、よかった、女神様が助けてくれた。ザバー、髪を探してきましたよ。そこの少女、あなたが落としたのはこちらの緑の髪ですか、それともこちらの紫の髪ですか？うち、女神様が拾ってきてくれたこの髪、両方とも私が落とした髪じゃないんですけど、もう一度探してきてくれませんか？あなたは正直者ですね。わかりました。もう一度探してきましょう。ぷく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 。ああ、全然違う髪を届けることになりそうだった。よかった。ザバーン、見つけてきましたよ。あなたが落としたのはこちらの髪ですか？それとも、こちらの髪ですか？どっち？またしても違うんですけど、私がちゃんと特徴伝えてなかったのも悪いよね。二つに縛ってる髪なんです。そうですか。正直者の少女よ。特徴を教えてくれてありがとう。では、二つに縛っている髪を探してきます。あ、行っちゃった。それにしても、湖って髪がいっぱい落ちてるんだな。落としちゃう人結構いるのかな。ザバー、探してきましたよ、正直者の少女よ。あなたが落としたのはこちらの二つに縛っている髪ですか、それともこちらの二つに縛ってる髪ですか？どっち？うわー、またしても二つとも全然違う。どっちかといえばこっちの方が近いかな、三つ編みしてるし。そうですか、それではこちらの髪をあなたに差し上げましょう。正直者の少女よ、いつまでもその心を忘れずに。それでは、ブク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 。あ、女神様、どうしよう、この髪じゃないのに。この髪を持ってったらキュアフレンディがっかりしちゃうよ。何この髪、すごく可愛い。ありがとう、キュアワンダフル。あれ、全然がっかりしてなかった。キュアフレンディが喜んでくれたならよかった。めでたしめでたし。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。